お疲れ。今日のママ会楽しかったね。お疲れ。うん、楽しかったね。みやびちゃん、今日着てたワンピマジ可愛かった。あれどこのやつ？あれは近くのセレクトショップで買ったやつだよ。え？駅前の？あそこ結構高くない？うん、ちょっと奮発して主人が買ってくれたの。みやびちゃんってさ、結構ブランド物持ってるし、お金持ちだよね。今日のバッグもシャネルだったし。よく見てるね。お洋服が好きなだけだよ。怪しい。だって私と同い年でしょ？もしかしてキャバやってるとか？まさか、普通に主婦してるだけだよ。旦那さん何してる人だっけ？主人はスマホアプリの会社をやっているよ。アプリってどんな？スマホのゲームアプリだよ。え？有名？シュラゲーってわかるかな？うわ、CM もやってるじゃん。まあね。うわ、何気すごい会社の社長夫人じゃん。うん。ていうか、さりげなく自慢しないでよ、あざといわ。別に聞かれたから答えただけだよ。今日のママ会でも私みたいな貧乏人をあざ笑ってたんでしょ。そんなことするわけないでしょ。嘘よ。別に旦那さんがお金持ちなだけであって、あなたには何の才能もないでしょ。勘違いしないでよね。そんな言い方しなくても。私の名前はみやび、30歳。2歳年上の主人と4歳の娘と暮らす主婦です。 LINE にもあったように、私の主人はスマホアプリ開発の会社を経営していて、確かに我が家は裕福な方の家庭です。私としてはそれをひけらかすつもりは全くなく、娘の幼稚園のママ友とはいい関係が築けていたと思っていたのですが、さつきというママ友だけ我が家が裕福であると知った途端、態度が急変し、私にたびたび嫌味を言うようになりました。 LINE の続きはこちら。っていうか、みやびちゃんモデルとかでもないくせに、そんな大会社の社長となんで知り合えたの？ぶっちゃけ派手なタイプでも可愛くもないしさ。ほんと失礼だね、あなた。大学から付き合ってるから、私たち。だから別に社長だからって付き合ったわけじゃないよ。うーわー、そこもあざとい。大学から社長になるって目をつけてたのね。あのさ、もう不快でしかないから LINE やめていい？はぁ？あんたみたいな金持ち主婦、暇でしょ？忙しぶるなよ。はいはい。もう嫌味は聞き飽きたから、娘を習い事に連れて行くから、じゃあね。習い事、また自慢！キー！さつきは私にたまに嫌味な LINE を送ってきては、私を攻撃してきました。それだけでは耐えられたのですが、彼女は私が気づかないところで、さらにひどい嫌がらせをしていたのです。それは、夫からの LINE で発覚しました。今家かな？うん、どうした？うちの会社のウェブ掲示板が荒らされてて。え？みやびには心配かけたくないんだけど、心当たりあるかなと思ってさ。え？内容見せて。うん、内容はこればっかり。ここのアプリの会社の社長、中田翔太郎の妻、中田みやびは、元風俗嬢の銭ゲバ女。お金のためなら何でもするバカ女。旦那の会社のお金を使い込んで、ブランド物を買い漁っている。何これ、ひどい。これが最近毎日書き込まれてて、どうにか書き込まれないように対処しても、また違う端末やらワードを変えて書き込みやがるんだ。え？事実じゃないのは一目瞭然だが、最近周りに書きそうな人心当たりないかなって。心当たり、あるかもしれない。え？でも断じて私は書かれるようなこと何もしてないよ。そうだよな、それはわかってる。もし私が予想している人なら、勝手に私を妬んで嫌がらせしてきてるだけ。嫌がらせ？なぜ俺に言わなかったんだよ。だって嫌がらせって言っても LINE だし、無視してれば全然平気だからさ。相変わらず君はメンタル強いな。だけど会社にまで迷惑をかけてるってなると話は別だね。そうだな、こっちもいろいろと試行錯誤したら、掲示板にはさすがにもう書き込まれなくなったけど、
次は俺のツイッターに攻撃し始めた。え？みやびの知り合いだとしても、もう最終手段を使っていいかな。さすがに会社の名誉に関わる。もちろん、徹底的によろしく。わかった。また詳しくわかったら報告するね。うん、わかった。ごめんね、私のせいで。みやびは悪くないよ。叩かれるような人間じゃない。とにかくそのクソ野郎を叩きのめすから、待っててくれ。うん。私はその嫌がらせ書き込みに、何かしらの対処をしてくれるよう、主人に依頼しました。そして時は経ち、犯人が特定されたので、逮捕されるのも時間の問題だろうと思っていた時、さつきからまた嫌がらせラインが来ました。お疲れ。お疲れ。何か用？今日も嫌みったらしくブランド物のバッグ持ってたよね。いい加減そういうのやめたら？あのさ、顔を合わすママ友だから LINE 返してあげてるけど、もうそういう LINE やめてくれる？別に気にしちゃいないけど、迷惑なんだよね。はぁ？注意してあげてるだけじゃん。注意？何の？だから、身だしなみの。ブランドのバッグ持っちゃいけないって、身だしなみでもあるわけ？しかも、そんな派手なブランドじゃないし、あなたが過剰に反応してるだけでしょ？はぁ？あんたマジ舐めてんね。舐めてるって、中学生じゃあるまいし、大人げないからもうこういうのやめようよ。何よ、大人ぶって。大人ぶってないよ、大人だから。あと、身だしなみの件で言うと、ジャージとサンダルで保護者会とか来るあなたの方が気をつけた方がいいと思うよ。はぁ？ファッションは自由でしょ？じゃあブランド品持つのも自由じゃん。まあ、今日はなんか反抗的ね。あとさ、いくら私が気に入らないからって、人の旦那の会社に悪口書き込まない方がいいよ。え？はあ、何のこと？だから、私が風俗で働いてたとかいう嘘悪口だよ。はあ、全く身に覚えがない。被害妄想をやめてよ。迷惑なんだけど。そっか、ごめん。人違いだった？っていうか、私がやった証拠でもあるの？証拠はもちろんあるよ。まあ、もうそろそろ逮捕されると思うけど、警察動いてるから。はぁ？だって、ネットなんて匿名だから、書いた人なんて特定されないでしょ。え？されないよね。どうした？急に動揺して。てか、あんたの脳みそ昭和？大正？明治？今、令和なんですけど。え？どういうこと？情報開示請求ってご存知ない？情報開示？知らないんだ。いくら匿名でも、今の世の中、誹謗中傷の犯人は特定できるから。え？ま、それ知ってたら、あんなに何回も書き込まないか。誹謗中傷や嫌がらせするより、ちゃんと世の中のこと勉強した方が良かったんでは？え？何？どうしよう！何今更テンパってんのよ。もうやってしまったことは元には戻せないぞ。あの、私、ただただお金持ちが少し羨ましかっただけで、そこまで悪気なくて、だから許して、もうしないから。少し羨ましかっただけであんな書き込みする？悪気なきゃやらないでしょ。人間性疑うわ。あの、なんかやたらテンパり出してるけどさ。ま、あとは警察の方と話してよ。ちょっと待ってよ！じゃあもう会わないだろうから、ブロックします。バイバーイ！その後間もなく、ネットでの誹謗中傷、営業妨害の罪で、さつきは警察に連れて行かれました。さつきは夫婦仲も良くなかったそうで、すぐに離婚。さつきのやったことが、子供にも悪影響だと思った旦那さんは、子供を連れて家を出て行きました。この誹謗中傷騒ぎはなかなかのニュースになりましたが、書かれた内容は事実無根なので、主人の会社に影響はなく安心しました。人を妬んで嫌がらせをするなんて、人間として最低の行為ですよね。ご視聴ありがとうございました。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。